クイーンズリングは日本の競走馬。主な勝ち鞍は2015年フィリーズレビュー、2016年京都牝馬ステークス、府中牝馬ステークス、エリザベス女王杯。引退レースとなった2017年の有馬記念でも2着に入るなど、距離を問わず安定した活躍を見せた。マンハッタンカフェ3区としては最多となる賞金4億5,102万6,000円を獲得している。2012年5月25日に北海道千歳市の八代台ファームで誕生。共有馬主システムレックスプロから総額600万円で募集された。中山競馬場でデビュー。新馬戦は好スタートから4コーナー先頭で2馬身半差の快勝となる。菜の花賞に出走。中団から楽な手応えで直線に向き2着のマキシマムドパリ以下を離し快勝する。続いて重賞初挑戦となった第49回フィリーズレビューでは出遅れる格好となったものの直線で鋭い足で差し切り勝利。これまで3戦とも8枠での出走となっているがすべて違うような位置取りで勝っているため客室に自在性があるとファンの間で話題となった。そして牝馬クラシック初戦の桜花賞に出走するが押し出される格好で前につけたレッツゴードンキに離された4着に終わる。続くオークスでも2400メートルが向かなかったのか、ミッキークイーンの9着と掲示板を逃す結果となってしまった。秋初戦はローズステークスから始動。内から好位置で競馬をするものの、ハイペースの影響もあり5着と敗れる。次走の秋華賞では、外から伸びてくるもオークスは、ミッキークイーンの2着。初の古馬との対戦となったエリザベス女王杯では、主戦のミルコ・デ・ムーロ騎手が騎乗停止だったため、アンドレア・シュシュタルケ騎手でレース挑んだが、直線で馬群を履けず8着となった。明け4歳は、京都牝馬ステークスから始動。先行して、重賞2勝目を挙げると、春の古馬牝馬限定戦 GI、ビクトリアマイルに挑戦。中団から競馬をするも、直線では、見せ場なく、ストレートガールの8着となった。次走は、米子ステークスを選択。圧倒的一番人気に支持されたが2着と敗れる。秋初戦となった府中牝馬ステークスで快勝。そして11月13日に行われたエリザベス女王杯ではマリア・ライト、ミッキー・クイーンに次ぐ3番人気で出走。スタートで出遅れ中団からやや後方からのレースとなったものの最後の直線で足を伸ばすと後位から抜け出したシング・ウィズ・ジョイをゴール前で首差捉えて優勝し G1 初制覇を遂げた。この勝利により陣営は香港カップ出走を決定する。このレースには他に、モーリス、栄神光、ステファノス、ラブリーデーが出走しており、出走馬12頭中5頭が、日本馬、上位人気も、独占と日本から大きな期待が持たれるレースとなった。クイーンズリングは、外枠だった影響もあり、外から競馬を進めるが9着。ライアン・ムーア騎手のアクションに応えるかのように内から、抜け出た一番人気のモーリスが勝利という結果となった。帰国後は、阪神牝馬ステークスに出走。馬場と落鉄の影響もあったのか15着と大敗した。そしてビクトリアマイルでは、全馬外目に持ち出そうとする中、内から足を伸ばして直線に向くも、直線では伸びず後ろにいた、アドマイヤリードの6着となった。秋初戦は前年と同様、府中牝馬ステークスから始動したが、スタートがあまり良くなく、後ろからの競馬となり、クロコスミアの4着と敗れた。連覇がかかったエリザベス女王杯では、クリスチャン・デ・ムーロとのコンビで挑むも7着に終わる。引退レースとなった有馬記念では、クリストフ・ルメールとのコンビで好位の4から5番手で、レースを進めると直線でしぶとく伸びて、北サンブラックの2着と健闘した。翌2018年1月5日付で、競走馬登録を抹消。引退後は、八代台ファームで繁殖入りする。ありがとうございます。